だまだね、法案の内容自体検討不足だって私たちと素人でも分かります。分からないところがいっぱいあるんですね。そのまま採決してしまうこと自体非常に何ですか、やっちゃいけないことだと思いました。一番私たちが気になる一般市民対象にならないかっていうところが本当に具体的に答えてくれてないんです。急に決めなきゃなんないのって素朴な疑問です。何のためにっていうのが今回傍聴した時に一番大きな疑問になりました。何のために今そんなに急いで決めなければならないのかって。今日強行採決した、このことも断じて許すことはできません。共謀罪は今すぐ廃案。どんどんひどくなってるなと、なんかもう民主主義でないっていうか独裁になってるなっていうのを感じました。まあ、一般市民で政府が気に入らない人をこうしょっぴくことができるだろうと、いうところがすごく危機感を感じますね。はい、特に今まで特定秘密保護法、安保法制、共謀罪ということで、戦争のできる3点セットができちゃったと。まだ完全に解決されてないんですけど、その3点セットで非常に戦争がやりやすい国になっているということに危機感を抱きます。